さあ、水曜日のこの時間は我が校の青木学問、青学の講師ブルーエンカウント先生が登場。3ヶ月のまあ期間限定講師なんだけども、はい、もう1月ラスト早いっすね。ね、うん、今日はね、恋に青と書いて恋青の授業。まあ青にかかってるわけだけど毎回ね。まあそういうことなんですけどね。恋青ってなん。いいでしょうか。行きましょう行きましょう。とにかくもキュンキュンしたいみたいなこと。そう言ってましたね。はい。じゃあ分かった、ブルエン先生もキュンキュンしちゃってくださいな。うん、はい、行ってらっしゃい。ブルエンロックス、ジェイコムがお送りします。唯一の高村のアニメ豆知識コーナー、でん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 、うん、風の谷のナウシカオウムの声はなんとホテイさんのギター。いやーすごいですね。誰かがやってるわけでギターの音でねオウムの声表現するっていうね。なんで全部ジブリこれね、皆さんね、ちょっとすげー感動した。でしょ、すごいでしょ、みたいな、すげー音だな。ホテイさんの幅の広さ半端だよね。マジか、ねえのかよ。ほんで一人だけなんか興味津々すぎるホテイさんなら、ね、ここ違うんだよ。そういうとこじゃないんだよ。違う、流しちゃうと。よかった、すごいよかった。はいはい、はい、というわけでもう大丈夫ですよ、中村さん。大丈夫ですか。というわけで今週も始まってます、ブレンロックス。はい、早いもんでね、ブレンロックス。え、もう4回やったんだ。いや、早いよね。4回目なんですね、今日はね。本当だよ、早いよ。うん、早いよ。だってもう1月最後ですよ、今日。そっか、うん、なんかちゃんと やれてるかな。でもね、あれですよ、ブレンロックス、3月までですから、ですね。3分の1がもう、終わったと。辛い辛い。何したかの3分の1。あのさ、ちょっと待って、お前らさ、内容がまだない、全然。ない、全くないわ。それは。何なんだ、ジブリの話をしたりとか、なんか、清流塔で切って、結局なんかもう、あれはもう清流塔の音だけで笑いを取ってたようなもんじゃないか。しかも、あれ、清流塔、僕、前回黒板に書いたんですけど、その後ね、あの、生徒から、リップが来て、清流塔の竜って感じが違う。結局バカじゃねえか。見てやったのにね。違いますよ。はい、というわけで、まあ、もう残り2ヶ月、うん、まあ、もう少ないので、もう真面目にやっていきたいと思うんですけど、ね、そろそろね、はい、そろそろね、やっていきたいと思います。なんだこれ、3分の1終えてから真面目にやるって何なんだろう。そろそろね、やっぱし、あの、トップギアに入れていきたいな。入れましょう、入れましょう。思いますけども、今夜の授業テーマとなる青を黒板に書いていただきたいと思います。今日は、田辺先生お願いします。はい、じゃあ書かせていただきたいと思います。はい、今日はなんだっけな、なんだっけな、うん。そう、あの、前回ね、前回から聞いてる生徒の諸君は分かっていただいてると思います。あれを使ってね、あれになったよね。あれを使ってあれになったね。そう、あれになってね。書けましたか。はい、いいですね。ということで、じゃあこちらでございます。ドン。恋青でございまーす。スクール。Lock. Ladies and gentlemen, boys and girls, Blue and Locks, starring Blue and Count.ということでございまして、改めて、はい、スクールオブロック、青学の講師ブルーエンカウント、ボーカルギターの田辺俊一です。ギターの江口優也です。ベースの辻村優太です。ドラムの高丸吉出です。はい、というわけでね、はい、本日の授業テーマは、恋に青、うん、と書きまして、恋青。そんな言葉があるんですか。この間そこの下りやったから、もう進めていいですか。もう焼き直ししながら。焼き直せなくて大丈夫です。じゃあどんなことをするのか、早速、田辺先生、説明の方よろしくお願いします。はい、入りました。ありがとうございます。ました、降臨しました。あれ、はい、違う。みんな久しぶり。誰おたなでございます。お久しぶりでございます。また来ちゃった。ありがとうございます。ちょっと、早くも声枯れてますね。前の日にテキーラパンチしてたので、若干声が焼けているという状態でございます。いいね、でもね、久しぶりみんな、私ね、ブルエンロックス、スマホロックスの時に、私このキャラ登場しまして、ね、もうとてつもなく反響をいただいたんですけども、見事にフェードアウトしたキャラでございます。ありがとうございます。それが久々に、この、ゴールデンのタイムにね、帰ってきたということでございますから。今日は頑張っていきたいと思います。みんなのね、恋愛エピソードを今から聞いて、とにかく私キュンキュンしたいと思っています。特にもう私の一番好きなのは、その赤とかピンクとかそんなじゃない、青いやつ。青いやつね。青いやつが一番求めてる。求めてるナウ。はい、ありがとうございます。濃いやつ来ちゃったな、今日。なんかパワーアップしてるね。はい、というわけでね、今日はブルーエンロックス掲示板に書き込まれた書き込みの中から、思わずね、キュンキュンしちゃうものを、紹
紹介していこうと思います。はい、お願いします。キュンキュンしていこうと。じゃあもう行っちゃうかな。もう、うん、とあもう普通に戻るね。もういや戻ろう戻ろう。イケメンね、うん、もう入ってこなくなるから、はい、ごめんなさい、ちょっと喉的なものもあるんで、ここは戻しましょう。徳島県14歳女の子、ラジオネームこっちゃん、私には好きな人がいます、はい、出席番号が近いのでよく一緒に行動します、うん、いいね、私は音楽ホーロック好きで、うん、たまにおすすめ曲を、その人に教えたりしてます。最近今のおすすめは何って聞いてきてくれます。おお、いいじゃない。一度だけ一組のカップルの付き添いで遊んだことがあって、うんうん、そのカップルは私が彼のことを好きなのを知ってたので、うん、その日おい今日告白しちゃえよって言われましたが、うん、おーおー、できませんでした。いいね、でも決めました。おほ、2月のうちに告白します。いいね、いいね。男子ってどんなシチュエーションが嬉しいのでしょうかということで、うん、もしもし、もしもし、せーの、ブルーエンカウントでーす。それじゃあ自己紹介お願いします。はい、徳島県14歳女の子、こっちゃんです。こっちゃん、こっちゃん、ありがとう。いやありがとうなー、うん、はい、ちなみにこっちゃんは14歳、はい、中学校かな。あ、中3です。中3か、うん、そっかそっかそっか。え、ということは受験、受験か。あ、でも中学受験したんで受験はないです。いいね、じゃあ今いいね、楽しみ。フリーダームじゃんそれ。そうだね、フリーダームじゃん、確かに。ということは今じゃあもうしっかり恋愛に打ち込んでる時期だな。そっかそっかそっか。でもこれ、このことはじゃあ今言ったように結構いい感じってことなのか。そうですね。うん、そうか。でもホーロックがあっちも男の子も好きなんだよね。結構音楽聴いてる感じの子なんで、うんうんうん、あ、いいねそれ。じゃ逆にさ、こう自分がおすすめしてさ、イヤホンをちょっと2つあるからさ、片っぽずつとかでさ、うん、ああいいじゃないですか。それでね、そういう時にやっぱ聴いてほしいのはね、シシャモでございます。シシャモなんキュンキュンするよね。そこは何でもいいよ。もうブレンの曲もちろんあるけどね、うん、まあ、まずはシシャモで。いやでもあれだよな、その2月のうちに告白するとも決めたんだよな。うんうん、はい、決めました。それはなんか決心つい、なんでついたの決心は。そうだな、まずそこは今日なんか、うん、もうあと2ヶ月ぐらいで卒業しちゃうから、うん、なるほど、最後は一旦言いたいなって。そうだな、そうか。いやそれはいいよ、後悔ないように。まずはな、まあ、自分の中でけじめというのもありますよ、はい、じゃあまあそれはね、男子ってどんなシチュエーションが嬉しいのか、うん、告白。うわでもいいね。いやこれでもさあ、どうですか江口。いや2月じゃないですか。はい、江口先生、割と選択肢1個ですよ。そうだね、チョコレートの売り買いが激しくなるみたいな。そうそうそう。2月14だったかな。いやいや、みんなご存知だ。あ、そうかそうか、他にねえわ。あ、そうかそう、節分とか選ばねえだろ2月の中で。これもバレンタインデー一択じゃないですか。そうですね、確かに、うん、でもバレンタインデーの日とテストが重なってて、うん、あらあら。え、テスト何日目？2日目です。2日目、一番大変な時期。そっか。全部で何日間あんの？あ、3日間です。あ、一番大変な時期。そっか、2日目はもう一番我先に早く帰りたい時期だよね。でもあえてその3日目終わってからちょっと遅めのバレンタインデーみたいなのも、ああそれでもいいかも。それかそれかそれか、うん、バレンタインはちゃんとするんだよ。ああ2日目にあえてね、うん、2日目に渡す、うん、はいはいはい、そこのチョコレートの中に「明日どこどこで待ってます」。おっ、いやこれでもこれ渡された方は3日目のテスト勉強できない。集中できないってなっちゃうか。なんか絡まれんのかなみたいな。いやそれかもう何も言わずに3日目に渡しちゃってそのまま告白するっていうパターンでも、だから男の子からすればさ、14日にもらえるって思うじゃん、やっぱし、ね、まあまあまあそうかな。でやっぱもらえなかったって思う時の、俺はそっちの方がグッとくるな。グッとくるよね、多分3日目に渡すっていうのの方が、私なんか悩んだ上でくれたのかなっていう、うん、そうか、そういうことか。その時差をあえてね、そうそうそう、利用するという、うん、あ、なるほどね、うん、感じでいいと思う。こっちゃんどう思う？あんまり親が結構厳しくて手作りできる環境じゃないんで、なるほどね、うん、え、でも全然既製品でその、うん、こちらのお小遣いでね買える範囲なんで全然いいでしょ。全然いいと思う。気持ちが大事だよ、ね、気持ちなんだよ、うん、こっちはあの高いものとかでもなくていい。そうそうそう、別に無理してね手作り作る必要でもないし、大事なのはそのチョコレートを渡す時に伝える言葉じゃないかなって思いますね、うんうんうん、テストの3日目の日ってさ、なんか午前中とかで終わりなの？多分なんか委員会とかがあ、あ、だからその後いろいろ集まりがあるんだな。なるほどね、そうだ。まあだったら、まあ一番いいのはでも学校のやっぱ帰りに
まあちょっと呼び出してとかだよね。最高だよね。朝一で、朝一で言うんだよ。放課後、今日の夜終わってからね。もうドキドキですよ。それかも、あの、下駄箱の中に手紙とか入れといて、放課後ちょっと話あるから来てみたいな。いいね。それ、あ、それでもいいね。なんか俺らの理想論になってきてるけど。でも俺らが嬉しいのはそういうことだ。男が、だから男がどういうシチュエーションで嬉しいかってことだから。まあそうだね。やっぱね、その、一日、それで楽しみたいっていうか、こっちゃん。そのあって、最初にまず予告編みたいな感じで言うみたいな。その、放課後待ってますみたいな感じで伝えて。いや、でも一緒に帰れっかな、いきなり。帰る時間は一緒だったりするの？あ、一緒です。お、え、で、一緒に帰ったりしたことあるんでしょ？いや、ないです。あ、でも、一緒に帰ろうぐらいでも。あえてね。うん。それが一回目の、いいと思う。どうだ、でも、こっちゃん的にはそれも勇気いるだろ。いります。だよね。中学の時に一緒帰ろうなんて、お前。そうだよね。そう考えた時に、やっぱどうするかな。え、でも一緒に帰ろうって言ってさ、あとはさ、多分男の子がさ、多分こっちゃんのこと好きだったりさ、なんかいい風に好意を持ってたらさ、男は多分引っ張ると思うんだけどな。てか、もし、その、仮にダメだったとしても、そんなに男の子はね、邪険に扱わないと思う。だって嬉しいもん。単純に。じゃあ、まず呼び出すことか。呼び出して、まあだからその学校の中は、まあ先輩とかいても無理かもしんないけど、まあ一緒に帰って、まあその学校からちょっと離れた場所とかで。やっぱこれ一緒帰ることまず大事だな。一緒に帰るのがやっぱ一番だと思う。こっちはここまず乗り越えような。はい。まず一緒に帰ろうと。言おう。あとはでも会話とかはさ、それこそ音楽の話とかしてればさ、多分自然と盛り上がると思うよ。そうだよね。して、告白 OK になったら、そっからの帰り道は手を繋げるかもしれない。それでは一曲聴いてください。なんで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 、何歌う気なの？テンション上がっちゃったから。危ない危ない。曲入りそうになった。すげえいいよ。あ、いいかもな。こっちは、まずだから、まとめましょう。まずは、朝一、その彼に会ったら、今日放課後一緒に帰ろうと。普通に言っていいんだよ。普通に言おう。別になんか訳あり感で言わなくていい。そうだね。もういつも通りね、一緒帰ろうよみたいな感じで言って、で、おいいよみたいな感じになって、で、放課後一緒に帰ります。その帰ってる道中で、こっちゃん、意を決して、チョコレートと一緒に思いを手渡す。まあそっからはもうあとは二人にね、しっかりとお任せしますということですけども、大丈夫かな、こっちゃん。多分大丈夫だと思う。あとはもうそれはね、前に出る勇気だね。そうだね。それが大事。でもこっちゃんすごくな、なんかさ、14歳なのに勇気すごく持ってて、すごくかっこいいと思います。俺が同い年の頃はもう本当に影に隠れてばっかだったので、すごいやっぱもうその行動力すげえ。あとは実行に移すだけだからな。そして帰りは二人でね、イヤホン分け合って、死者も。なんで死者もなんだ。ブルエン聞いてくれよ。それはブルエン聞こう。それは帰りはブルエン聞いていただきましょう。大丈夫ですか、こっちゃん、じゃあ。頑張ります。頑張るよ。応援してる。俺らブルエン先生も応援してるからね。電話ありがとうございました。ありがとうございます。女の子ラジオネームこっちゃんとね、逆転をさせていただきまして、すっかりね、すみません、おたながどっか行っちゃいました。大丈夫でございます。本当にね、勇気を出す、こう思春期のね、女の子が勇気を出すというのは本当にすごいことだから。でもやっぱ告白するって決めたことがまずもう第一歩踏み出してるからね。そうだね、確かに確かに。そうそうそう、多分これを聞いたね、生徒のみんなもね、まあ女の子とかも関係なく、2月14日、もうすぐですよ。だからね。まあ忙しい時期かもしれない。3年生はね、受験のシーズンもあるけども。そうですね。でも、しっかりとね、その、みんなは無理しない、勇気をね、振り絞って、みんなにね、思いを伝えていただければと思います。掲示板にね、ガンガンね、その、みんなの、その、バレンタインみたいなね。そう。それぞれのバレンタインなんかもね、ブレンロックス掲示板に書き込んでいただきたいと思っております。お願いします。さあ、ということでお送りしてきました、ブレンロックス。次週の講義テーマはですね、ここにあるターツで決定したいと思うんですけども、皆さん残念なお知らせがございます。何？ブレンダーツなんですけども、ですね、バレました。嘘です、あれ。みんな、いや、みんな最初から気づいてます。あ、そうですか。みんな生徒のみんなも知ってる。騙し騙しで2回くらいやってたんですよ。騙せてない。騙せない。知っててみんな付き合ってくれてる。本当ですか？ということで、大規模なテコ入れが入りまして、はい、もうね、決めます。はい、もう。そうですね。口頭で発表します。発表しましょう。ということで、じゃあ、江口さんですかね。江口先生、じゃあ、発表していただきたいと思います。お願いします。来週のテーマは、はい、青番です。おら、
青番。青番。青番、うん、青番って何？青にこう、BANG の青番でしょ。ああ、違う。番組みたいな感じだよね。ですね、これは、はい、僕たち、今月11日に、アルバムをリリースしたばかりじゃないですか。はいはい、そうですね。はいはいはい。というわけで、このまだまだ青いニューアルバム、ジエンドのことについて、話していこうじゃないか。そういうことで、ね、そういうことで、そうまだまだ青い番なわけね。そうそうそう、そう。なるほど。はい、ということでございまして、来週は僕たちブルエンのね、ニューアルバム、ジエンドに関する純粋で青い、そんなね、書き込みを紹介していきたいと思っております。アルバムを聞いた感想など、ブルエンロックス掲示板にガンガン書き込んでほしいと思っている。お願いします。そしてね、忘れてはならないのがこちらでございます。最後の告知になりますよ。お、そうだ。はい。行きましょう。スクールオブロックが送る卒業ライブプロジェクト。マイジェネレーション2017サポーテッドバイジェイコム。さあ、この春、お前たちの学校の卒業式に、俺たちブルエン監督が実際に行ってサプライズでライブを行うというプロジェクト。応募締め切りは1月31日24時までとなっております。はい、すべてはスクールオブロックのウェブサイトからブルエンロックスのページにジャンプしてください。アドレスは PC 携帯ともに www.tfm.co.jp/lock www.tfm.co.jp/lock ロックのスペルは LOCK。 以上、最後にもう一度スクールオブロックの青学の講師ブルーエンカウントでした。いや、まあね、うん、でもこれ、すごいいいアドバイスだったと思いますよ、僕。あ、こっちゃんに対して。こっちゃんに対して。バレンタインのこの翌日っていうのが僕やっぱ、素晴らしいなと思って。開けて。バレ、やっぱ、男としては、うん、なかったんだと思った時のこの嬉しさ。たるや、もう、素晴らしいと思います、このアドバイスは。ちゃんと決めたわけだからね、うん、こっちゃんちゃんと、無事ね、任務を遂行できるよう、うん、俺と教頭も祈ってるんでね。はい。あ、バレンタインかも。そうなんで、僕も聞いて、あ、年明けたなって思ったら、早いね。で、来週の授業テーマ、青、番、青番、青に番で青番、はい、ってことでビートルズの青番について話してくれるっていう。いや、ちょっと聞きたいけど。オールニーディーズランド。いや、違う違う違う。ほらほら、いや、かかったけど。青番じゃなかったっけ？違う。どうでしょうか。確か青番じゃないですか。確か。青が後期だから。うん。二枚組でね。違う違う違う。この話じゃないですよ。え？違う、アルバム新しい。オーブラーダー。じゃあ行かないで。次の曲行かないで。ジエンド。いや、ジエンドがね、うん、あの今ビートルズかかってるのかも分からなくなってあの何言ってんの、一人でずっとアタックだ、なんか立ち往生してるけど、何、え、何がですか何ですか、何ですか、僕はもう脳に語りかけてますから。怖いよ、この時間やめてよ。え、違いますよ。違うよ、何が違うの。だから、うん、ビートルズじゃなくて、あ、心の中にジエンドがね、あの新しく出たばっかりだから、これ入ってムレン先生のね、あったばっかりだから、そのまだ新しい状態、青い状態だから、うん、青バン、そういうことです、うん、で出た、何するって、何が、来週だから、それについて、うん、みんなの感想とかいろんな思いを掲示板に書き込んでくれって話ですよ。そういうことか。そういうこと。なんだよ、2回俺言われないと分かんねえからさ。そうでしょ、だから2回言った。そうか。そうだよ。ありがとう。そうだよ。ジエンドマジででも本当にかっこいいアルバムだから、うん、まだ聞いてないやつもしかしたらいるかもしんないからさ、うん、もう店頭並んでるし、手に入れて新しく感想ずっと聞いてるやつもブルエンロックス掲示板にぜひどん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 書き込んでこい、うん、さらにマイジェネもあの締め切りまであと6日なんで急げ、待ってるよ、よろしく。明日のこの時間は音を学ぶと書いて音楽の講師サカナクション先生が登場、サカナロックス。